ことにしたの。ここは夢の入り口だから。どこからが夢なのか現実なのかわからないんです。日向も影も同じ、なぜならどちらにも夢はあるね。これが現実中日向で見た夢の影だ。まさかお前自身の影じゃないだろうな。つなぎ合ってる。鳴子リプシー過眠症の一種です。早く起こさないとその世界から戻ってこれなくなるかもしれない。という患者さんは病院に行かれますか。金縛りや幻覚を見ることがあるんです。さやきさや、寂しくなったら影になって、寮に会いに行くね。